はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はユージさんだとかマコナリ社長だとか鴨頭さんだとか、私の個人的な見解では情弱ビジネスをやっているなっていう彼ら自身が実は情弱だなって思っているという話をさせていただきたいと思います。彼らのビジネススタイルって私が見ていると、自分の実際の実力がこのぐらいだったとすると、そこに上塗り上塗りでこれだけの巨像ですね、体現相互ビジレーク妖刀苦肉の積み重ねで、これだけの巨像を積み重ねて自分はこんなにすごい人だっていうふうにブランディングを行っているわけですよね。その結果何を得たかっていうと、お金を得られたと思うんですよ。鴨頭夫妻だって全身グッチみたいなコーディネートの写真をドヤ顔でインスタグラムに上げていたり、マコナリ社長はマコナリ社長で多額の投資を受けていますし、ユージさんも送り人だみたいなことをやっぱりドヤ顔で生きって言って、タワマンに住んだやらなんやらっていうのをアピってますよね。お金に興味ない顔しながらお金をアピっているという一番ダサいタイプの生きり方だと思うんですが、とにかくそういった虚像ビジネスで成功している人たちだと思うんです。そこまでは彼らの計画内だったと思うんですが、峰島社長さんやひろしさんやにゃんこ先生なのさんや情弱クリリンさんや暗部のベジータさんなどなどが、彼らの暗部をしっかりとグラッとかっぽじって化けの皮をゴリゴリっと剥がすっていう状況が起き、周りの人が叩き始めるっていう状況に現状なっているわけなんです。同情してしまう人もいるかもしれないんですが、個人的には同情の余地ってないと思ってんです。なぜならば、実力以上に自分を見せて多額のお金を回収するというビジネスのリスク、デメリットというのが、化けの皮が剥がれたらボッコボコに叩かれますよ、それでもいいんですよねってことだからなんです。3の実力しかない人が30とか300の自分を偽ってお金を3億円だとかドバって稼いだ場合、そのお金と表裏一体で一緒にくっついてくるものが、もしバレたら化けの皮が剥がれたらボッコボコに叩かれるというリスクだと思います。マコナリ社長であればディブ社がボロボロになっているだとか、ユージさんであれば自分のウェブプログラミングのコンテンツを他の人からパクっていただとか、鴨頭さんで言えば自分の言っている言葉とやっている行動が全然ちゃうぞみたいなことをつつかれまくっている状況にあるわけですが、その結果周りからボッコボコにぶったたかれている現状も含めての今まで稼いだお金です。彼らが求めていた通り、身の丈に合わない金額の何千万何億円単位のお金はおそらく得られているじゃないですか。それだけのお金は得ているけれども、自分のことを批判しないでくれだとか悪口を言わないでくれっていうのはちゃんちゃらおかしい話で、そのお金イコール悪口をめっちゃ言われるよ、もしバレたらというリスクなわけです。初めからそんだけボコボコにされたくないのであれば、そういったお金の稼ぎ方をしなければよかっただけの話。今まで彼ら全員カッコつけるだけカッコつけてきたし、ユージさん未だにカッコつけたようなツイッターの投稿をしてますけども、正直化けの皮が剥がれた後なのでものすごくダサいんですよ。逆に今回の話まとめます。彼らは自分たちがお金をたくさん得るところまでは想像できたかもしれないけれども、その多額のお金と引き換えにとんでもない量のリスクを背負って盲信してきたという点では、情弱ビジネスをやっているにもかかわらず、本人たちが一番長期的な視点で自分たちのことを俯瞰的に見ることができない情弱ピーポーなんだと個人的には考えてます。もちろん誹謗中傷だとか悪口雑言っていうのは人としてよろしくないことなので、彼らに対してもわー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 クソだとかハゲだとかいうのはおかしいと思いますが、そういった感情的な悪口を除いて、真っ当な批判だとか真っ当な批評だとか、そういったものっていうのは10年単位で今後もずーっと彼らは背負い続けていく必要があります。なぜならば、その代わりにお金をたくさんもうもらっているからです。ボタンを上の上までかけ違えて進んできたくせに、今更自分を批判するなだとかネガティブな意見は聞きませんだとか、それは虫が良すぎます。そんな風にボコボコに叩かれたくないから、我々って身の丈に合った商売のやり方を行って、地味に地道に邁進してってるわけじゃないですか。それをしなかった、自分の実力以上の虚像を構築して大量のお金を大量の信者や生徒から回収するという方
向に進んでいった。それは全て自己責任の人生の中で彼ら自身が選んで自分たちで進んでいった方向なので、今更批判はやめろだの、誹謗中傷は良くないだの、自分に対する否定的な意見に関しては不正通報してでも動画消したれだの、そういったことをやるのはあまりにもみすぼらしい状況なんじゃないかなと個人的には考えちゃいます。今起こっている状況をそのまま受け入れることができないのであれば、そもそもそんなビジネススタイルで多額のお金を巻き上げようとしないこと、そのビジネススタイルをチョイスしたのであれば、今多額のお金と引き換えに周りからボコボコに化けの皮が剥がれて叩かれている状況を全てしっかりと受け止めること、お金は欲しい、批判はやめろっていうのであれば、初めから批判されないようなスタイルでしっかりと地に足をつけたビジネスを行ってくださいということです。そこの部分を彼ら自身が理解していないという時点で、本当の情弱はお前らだって個人的には思っちゃったという話です。最後までご清聴くださりありがとうございます。